よろずや醸造店は寛政2年1790年創業で、234年の間この藤川町でお酒を醸し続けています。初代よろずや八五郎が現在の地に酒蔵を開き、一力正宗というブランドが誕生しました。昭和8年1933年、6代目と文化交流を通じて交友の深かった歌人与謝野晶子鉄寛夫妻が海事を清幽の折当蔵に宿泊。その時与謝野晶子女子は法隆寺など行くごとし、貝の幹春納天の醸される蔵と短歌を詠まれました。その短歌に感動して、春納天、春にウグイスがさえずるというブランドに変えました。これが春納天ブランドのきっかけです。地酒である以上は酒米、水、そして人も地元にこだわるということで、強みは3つあります。まず1つ目は水です。お酒作りに使用する水は山梨県の南アルプス山系の水です。山梨県は富士山系の水をはじめとする日本のミネラルウォーターの 40% 以上を製造しています。まさに山梨県の自然の恵みです。2つ目の強みは酒米です。私たちは10年以上前から地元の農家と春納天酒米推進協議会を発足しています。地元の契約栽培した酒米を使用することにこだわっています。なぜならこの地のお水で育った酒米だからこそ、同じ水を使用して作った日本酒との相性は良いからです。最後に3つ目の強みです。それは人です。お酒作りの時期は契約栽培している農家がその年のお米の品質について当時と議論しながら蔵に入り、酒作りのサポートをします。最近ではこのような蔵は日本全国でも少ないです。